はい。では、ここからは、恒例の芸能一問の大喜利コーナー、イエーイ。ガンカ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 ンって、もう口で戻言りっなてかったから口で言ってみます。カン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 。はい。では、ここからはね、鵜飼君、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週もですね、大喜利コーナー、先に来週のお題を発表していきたいと思うのですが、どなたが発表していただけますか？じゃあ、徳さん。はい、次回の放送が10月の26日ということで、この日はですね、昔やってましたドラマ、3年 B 組金八先生、ね、ごああ、存知武です田ね。鉄矢さんのね。うんうん。これは1979年から2011年まで、はい。32年間続いたそうです。はい。大好きだったドラマだったんですけど、これがね、スタートした年だったそう、日だったそうです。10月26日が、そうそう。ああ、放送スタート。10月26日が第1回だったの。そうです。はあ、で、見てたそよ、れで、本当に。金八先生の主題歌でね、まず出てくるのは、送る言葉。第皆さん、1印象作目に残のね、歌がそうでしたよね。送る言葉の歌詞なんですけど、愛するあなたへ、送る言葉っていう歌詞のところを、アレンジを加えて違う歌詞にしていただきたいなと思います。ああ、なるほど。例えば、じゃあ、ちょっと一つ一つ前から言いました。言いますね。じゃあ、チはい。ャラララララララ、チャララ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 、はい。明日歯医者さんで奥歯詰める。深いな。まあ、そんな感じで、もう、合うように何か、なるほ歌ど詞をな。作っちゃったらいいわけね。そうですね。ああ、ちょっと新しい試みですね。テレビなんかでね、よく吹っ飛んだとかね、で、よく見かけるようなお遊びですけど、ちょっとチャレンジしてみましょうかね。また考えてくだでさきい。るかな、皆でさんきるかね。な。ちょっと初挑戦ですけども、もういざという時はもう一問のみんなでやりましょいや、もう皆さんの答えをう。がもう頼りにしてます。ね、来るんです、皆さん。くれるんです。はい。じゃあ、宛先はですね、ローマ字、ヨルタワ、アットマーク、gmail.com の方に、ぜひぜひ、皆さんのお答えをお待ちしておりますので、どうぞよろしくあ、お願いおし願まいします。よろしくお願いす。します。はい。ということでですね、今週の謎、お遊びはですね、鉄道の謎かけでございました。はい。ということで、早速ご紹介をしていきたいと思うんですが、なんと、今回初めてメールをいただいた方がいらっしゃいまおい。す。京右衛門さん。ありがとうございます。はじめまして。新居浜のお友達のラジオニスカーさんから紹介されて、聞かせていただきましたというあこりと。がとうござい以ま外す。の方ですかね。ありがとうございます。早速ご投稿いただいてありがとうあ、ありがとうございます。ございます。ありがとうございます。はい。鉄道とかけまして、お弁当届きます。お弁当届く、その心は。鳥や海苔がつきものでしょう。これピンとくるかな？のり。鳥と海苔に鉄をつけたら？鳥鉄。なるほど。海苔鉄。鉄ね。のり。鳥鉄、まあ、海苔鳥鉄鉄か。と聞いたことあるな。あ、なこるれほはど。ね、素晴らしい。さすがマニア、マニアでね。なるほどね。またね、今後ともよろしく。鉄道マニア結構多いですよね。マニア、マニアですね、マニア。ありがとうございます。ありがとうございとまいうことす。で、これからもよろしくお願いしよまろしす。くお願いします。お願いします。玉造さん。ありがとうございます。いつもありがとうございます。鉄道とかけて、西村京太郎作品と書きます。その心は？ダイヤが気になります。まあ、運行のね、ダイヤね。はい。じゃあ次。大塚さん。ありがとうございます。ありがとうございます。鉄道とかけまして、
ワクチンと解きます。おお、その心は？駅が大事です。うん。ああ、駅ね。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 駅と駅ね。おお、うん、はい、いいですね。うん。ありがとうございます。次、近藤さん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。鉄道とかけまして、山手線と解きます。はい、その心は？みんなで鉄なぎ線です。鉄なぎ線です。輪っかだからね。ああ。まあまあまあ。鉄道、はい、鉄道つなぎ線じゃない？鉄道、鉄道、手が集う。なぎ線だね、この答えはね。鉄道、鉄道、つなぎ線、鉄道、つなぎ線。この強引さがいいね。なるほど。うん、もういいっす。もう OK です、はい。はい、ありがとうございます。花道さん。あ、ありがとうございます。都会の鉄道の改札とかけまして、うん、休み時間の小学校の運動場と解きます。その心は、ほぼ自動。ああ、自動ね。自動と自動。ほぼ自動。ないね。なかなか四国ではピンとこない。ね、そう、四国の人はね、あの四国で出ないとわからないというかね。今ね、犯行が大事ですから。うんうんうん。うん、そう。はい、次、丁長さん。ありがとうございます。ありがとうございます。鉄道とかけまして、四国の道と解きます。お、その心は変路は続くよ。どこまでも。いい、はい、もう実践向き。実践向きで大好きです。はい、素晴らしい、うん。はい、続きまして、藤田さん。ありがとうございます。鉄道とかけまして、草野球と解きます。お、その心は？トンネルがあります。あ、ありますね。トンネルがある、あるある、トンネルだ。うん、素晴らしい。はい、続いて、ガメラスさん。はい、ありがとうございます。はい。鉄道とかけまして、長寿番組と解きます。おお、その心は？どちらにも、徹子がいます。おお、なるほど。ガメラさん、ね、正統派できました、今週。ね、なんかこれは多分ね、乗っ取られてると思います。本人じゃなさそうですよ、これはね。本人はこんな綺麗な答え書けないですからね。うん、はい、続きまして、トントン拍子さん。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。鉄道とかけまして、よく当たる占い師と解きます。おお、その心は？素晴らしい駅舎です。おお、駅舎ね。なるほど、ね。素晴らしい。いやいや、お上手ですね。皆さん、綺麗ですね。うん。うん、なるほど。さあ、じゃあ、これに負けない。あのね、彦龍さん、はいはい、ね、料亭彦龍さんが、はいはい、ね、ちょっとダイヤを絡めた答えで、やっぱりさすがこの方ね、アマチュアでずっと落語やってる方で、綺麗な答え、応募されてますね。ああ。彦龍さんね、はい。鉄道とかけて、宝石店の警備員と解く。はい。その心は？その心は、しっかりダイヤを守ります。おお、なるほどね。ダイヤモンドを守ると、ね、鉄道のダイヤを守る。これはやっぱりお上手ですね。さすがですね。うん。なるほど。はい。はい。ということで、これに負けないように一問の方。はい、じゃあ、徳君さん。はい。鉄道とかけまして、地下水と解きます。お、その心は？その心は？移動には欠かせません。井戸には欠かせません。ああ、なるほど。あ、移動ね、移動ね、難しいね、移動ね、ね、まあまずまず、うんうん、はい、じゃあ私行きましょう。はい、小林さん、鉄道とかけて、はい、重大事件が起きた時と解きます。お、その心は？汽車が走ります。おー、あ、汽車ね、はい。これね、四国の人はほーだけど、うん、都会の人は汽車みたいな。古いんじゃないのって言われちゃうけど、この辺りは汽車だもんね。
そうです。もう田舎の人でも人が分かるあの答えでいき。なるほど。はい。じゃあタルトさん。はい。鉄道とかけまして、ラブホの回転ベッドと解きます。その心は、どちらもローリングします。ローリ鉄道のローリングって何？入れるの、入れる。あ、ローリング、ローリング、揺れる。揺れる。ああ、左右に。だから、タルトさん、思ったほど面白くない。はい、回答としてはね、あれですよ、あんまり回答になってない。かぶってますね。ローリング時代かぶってますね。無理やりなんかちょっとその大人の方に持っていこうとしますよ、ね。そう。いいんですよ。これどうでしょうか。あ、はい。川の渡しと解きます。もう一回もう一回。鉄道と書きまして。鉄道と書けて。鉄道と書きまして。川の渡しと解きます。え、何の渡し？川の渡し。川を渡す渡し。ああ、川のね。川の渡しと解きます。その心は。その心はどちらも。線路がいります。え？線路。これはこらえてください。なるほど。こちらの方に。タルトさん、それ答えもうちょっと線路がとか言わなきゃ。なるほど。すみません、ちょっと今日ダメ出しをさせていただきます。それはちょっとタルトさんにはね、日本一取ってもらわなきゃいけないから、やっぱ鍛えとかないといけない、ね。線路とか言って、ちょっと強引に持ってくるとかね。じゃあ、うかいくん。はい。じゃあ、鉄道とかけまして、便秘の人のカレンダーと解きます。便秘の人のカレンダーと解く、その心は運行表があります。運行表。出た。いや、カレンダーつけてますから。ああ、そうね。運行。これは出ましたよ。いいです、笑えますね。それでは皆さん、また来週。